2月11日から1978年3月28日は、日本の実業家。阪神電気鉄道社長、会長、阪神百貨店社長、阪神武道産社長、阪神タイガースオーナーなどを歴任。阪神甲子園球場の設計者でもある、大阪北ロータリークラブ初代会長、朝日放送元取締役、君に東水報奨受賞。 1974年宮球殿堂入り、兵庫県笠西市出身、旧正姫路中学を経て、旧正第八高等学校、京都帝国大学工学部卒業後、1922年に阪神電鉄へ入社。1924年から甲子園球場を建設の設計主任として携わり、1941年に取締役、 1951年に社長に就任。1968年から4年間、会長を務めた。社長任期中には、各駅停車用の車両として、ジェットカーと呼ばれる、高加減速電車を投入し、また、神戸高速鉄道を介して、山陽電気鉄道との相互乗り入れを実現させるなど、戦争被害が大きかった阪神電鉄を見事に、 阪神間の大動脈として蘇らせた電鉄史に残る功労者である。また、阪神タイガースのオーナーを1952年から23年間、勤め、1974年には野球殿堂入りした。1978年3月28日、急性心不全のため83歳で死去。野田製造は、西宮の老舗酒造家、本野田酒造の無効用紙となったため、 野田姓となった。金曜と色派の代表銘柄で知られる本野田酒造は1895年の日本酒番付で関分けの地位に上った酒造家である。ありがとうございます。